アルピトレリは、アメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、ギタリスト。主に HR、HM の分野で活躍し、著名なバンドでは、エージやサバタージ、メガデスなどに在籍。スタジオミュージシャンとしての側面もあり、様々なプロジェクトで活動した実績を持つ。ニューヨーク市出身、バークリー音楽大学中退後、セッションミュージシャンとして音楽活動を開始し、 マンハッタンでギターのレッスンの講師として働きながら、生計を立てていた。その後、マイケル・ボルトンのサポートを務めたのを機に、様々なアーティストのサポートを中心に、本格的に音楽活動を開始する。1989年から1991年まで、アリス・クーパーのバックバンドに在籍。1992年より、エージアンに加入し、 正式メンバーとして1994年まで在籍し、アクアの収録にも参加した。元トゥイステッドシスターのボーカリスト、ディースナイダーのバンド、ウィドウメーカーでも並行して活動。その後、交通事故で死去したクリス・オリバの公認として加入したアレックス・スコルニックの脱退に伴い、クリス・キャファリーと共にサバタージに加入する。また、アルトは、 長年親しいポール・オニールが立ち上げたバンドであるトランス・シベリアン・オーケストラにも参加した。2000年、デーブ・ムステインの誘いを受けて、脱退したマーティ・フリードマンの後釜として、メガデスに加入し、サバタージュを脱退する。その後、同バンドのアルバム、ワールド・ニーズ・ア・ヒーローのレコーディングにも参加したが、デーブの肘の故障により、バンドが活動停止に追い込まれた。その後は、 ジョーリン・ターナー、セバスチャン・バック、ゾーなど、HR、HM のみならずポップミュージック、フュージョン、アダルト・コンテンポラリーなど、あらゆるジャンルの様々なアーティストやバンドのサポート活動をしている。2014年、本格的に活動を再開することになった、サバタージに復帰した。ギター楽器はこれまで、ギブソン・エクスプローラー、ギブソン・ SG、フェンダー・ストラト・キャスター、 ギブソン EDS-1275 などのカスタムモデルを使用。近年は希少だったアンペング製ダン・アームストロングのリーシューモデルを扱っている。ありがとうございます。